文章史は中華人民共和国海南省に位置する研究史。海南島の北東に位置する農林水産業と観光が主な産業である。また文章で使用される海南語は海南語の主要な方言を構成している。逸竜湾僕らん頭東大市街地の様子文章は全110年全館の武帝により紫外見が設置されたことに始まる。 629年に演武州文の願いを込め、文章権に改称され現在の名称となり、1995年11月17日に研究史に昇格し、現在に至っている。文章は古くからマレーシアをはじめとして、東南アジアなど海外へ移民する人が多く、海南省出身の家境の主要な出身地になっている。シンガポールに住む、 海南人の大部分は文章にルーツを持つ。また19世紀末から20世紀初頭にかけて活躍した八家の宣教師、実業家の総明カルも文章出身である。東南アジアや香港でよく見られる海南鳥飯は文章出身の家境たちが持ち込んだ文章鳥という当地の名物料理が元になっていると見られる。文章は文章衛星発射場の所在地である。 1970年代に人工衛星打ち上げを計画した中国政府は国土の最南端の赤道に近く東側は海に面子発射事故の際の被害を最小限に抑えることができる文章を理想的な射場の候補地としていた。しかし、冷戦体制下海岸線に近く敵軍の上陸による占領の可能性を指摘された文章は候補地から外され、 四川省の最小衛星発射センターや監視区省、内モンゴル自治区の境の主戦衛星発射センター、山西省の大元衛星発射センターなど内陸部にロケット発射場が建設された。文章には弾道ミサイルの観測所が置かれたが、1990年代以降宇宙センター建設が進み、2014年に文章衛星発射場が完成した。 株に17賃を管轄する。ありがとうございます。